買いたいっていうのが、ね、来てるらしいですね誰もね意外と最終ネガティブなことを言わなくなったのとアパートとマンションを買える人たちは意外とコロナの影響を受けにくかったある程度の現地ではやっぱ安定しているイラムさん最近不安なニュース多いじゃないですか、はい、多いですねこんな時に不動産投資っ初めて大丈夫なん そううでですすよよねねたたただ、ね、買いいいってて人が、ね、増えてきたんですよこれねびっくりしたんですけど僕もコロナショックの話とか、まあ、今後のどうなっていくのみたいなね話ねいっぱいしてきたんですけどまさかねこんなに早く回復するとはって思っちゃったぐらいのニュースがあってそれは何かっていうとまあね顕屋さんとかっていうね不動産投資のねポータルサイトがあってまあ皆さん不動産投資やる人はそこで物件を探すみたいなところがあるんですけどもそこでニュースで上がったのがここね四半期あるうちのこの今回の4月6月期のところで 収益物件のね 利回りが低下して価格が上昇してきたというニュースがあったんですよ。まさかと思いましたよね。で、その前には日経の方で不動産投資にね。価格がね底つくかみたいなニュースがあったんですよ。それは結構プロですね。リートとかファンドとかのアセットマネージャーが買うような機関投資方とか買うような。不動産は意外と。まあそこはもちろん。今もお金余ってますんで、そこで買う物件はちょっとまあ小休止しただけであって、まあ、ある程度こう情報とか人物が動き出せるようになったら取引もできるんで。まあ、今まで取引量が減ったところで、まあそこまで減らず。あの。 らずとともももリートの価格も下がっったたけれども持ち直してきたってきいうところで、まあ、そこは納得できたんですけど、でもそこってもう一部マーケットの本当にもう上の方のプロのマーケットだから、一般投資家さんのレベルでは関係ないんだろうと思ってたんですけど、そこからもう本当に1週間も経たない間にこういうニュースが飛び込んできた。まあ私の方もね、いろいろ知り合いとかね、電話していて、まあ、前,前回っていうかね、前の動画では、戸建てが売れてますよなんて話だと思うんですけど、まあやっぱり郊外に住みますよって話だったから、だから投資はだいぶ冷え込むんじゃないかなと思ってたんですけど、意外と戻りが早くて、もう投資家さんやっぱ、 買いたいいいいいたっっっててうニーズがねねやっぱりいっぱい来てるらしいです、ねまあ、僕らももちろん買いたくて探してるんでよを考えたら確かに同業者もそうですし誰もね意外と最近ネガティブなことを言わなくなったんですよねネガティブなことで言えば本当にこうなんだろう取引して周りのその関係各社ですよね金融機関とか国がやってる法務局とかそういう調査するんだったら悔やしていかなきゃいけないとかそういうところがちゃんとこちらの動きについてきてくれるかなっていう心配ですよね自分たちがここのタイミングでうういう取引したい スピード感で取引したいっていう時に関係各所がちゃんと動いてくれるかなっていうのは不安なんですけどでも実際そんなことを聞いて回るわけにもいかないしわからないんでやっぱりみんな投資するビジネスするっていう気持ちでもうやっぱ前向いて歩いてるんだなっていうのを感じててだから今までトレンドが良かったんで上昇気象だってのは分かったんですけどちょっと下がったところからまただんだんって上がったっていうこの四半期の3が3ヶ月3ヶ月2期ですよねだから半年かけて上がってるということなんでコロナの真っ只中でも一向に下がらなかったってことですよね で一方、区分マンションの利回りは上昇したってことは、これは何を言うかっていうと、価格が下落したってことですね。価格が下がって利回りは上がるっていうことなので、一等の集計アパートマンションは利回りが低下して価格が上がったんですけど、区分マンションは価格が低下して利回りが上昇した。これね、同じ住宅系の、あとは一般投資家さんが、まずはじめに取り組みやすいカテゴリーの物件で、ここでまた、 線引きききがででててたってことですよね同じ住宅系ですから、まあ、ユニットが違いますよね一部屋買うのかそれの集合体であるアパートマンションを買うのか種類が店舗とか事務所なんだったらもうそもそも種類が違うからリスクも違うんで違うかなと思ったんですけど同じ住宅系でそのユニットの代償によって。 でここで価格差が分かれたっていうのもまたっっててていいうのま面白なと思これは何が言えないのかなって思った時にはやっぱでも一般投資家さんの中でも多分ある程度資金余力のある人たち1等アパートとかマンションを買える人たちは意外とコロナの影響を受けにくかったがために余剰資金で投資したいって意欲の方が強いってことだと思うんですね。で区分マンションはやっぱりユニットが小さい分投資対象の金額も低いので1等アパートマンションを買う人よりも多少こう予算とかあの余剰資金が少ない人がまず初めにチャレンジするものなのでここは 意外とコロナの影響まあ,あの先行き不安とか給与の面なのか雇用の面なのかわからないですけどそういう影響があってなかなか前向いてあの新たなチャレンジに進めないんじゃないかな気はしてますけどね。そそもそも一般の投資家さんが手がけられる、はいはい 不動産ののの種種別別っていうの、はいうはどれぐらいの種別あるんですか今ねお話ししたように一番初めにあの一般投資家さんサラリーマン大家さんってよく言われるような人たちがとっつきやすいのは住宅系の物件種別で1等アパート1棟マンション区分マンションこの3つですねこれはなぜかというとやっぱりあの住居系なんである程度その投資物件の種別の中でもローリスクローリターンですねある程度コントロールがしやすい賃料相場がある程度固まっていてあの類似物件とかそういうケーススタディもいっぱいあるので。 ある程度この賃料で出しとけば最低貸せるでしょっていう加減が、ね、ある程度見えてくるので、まあ、あとは人によってなんですけど厳しめのところで逆算して計算する人がプレミアムつけて。 もう高くく買いに行く人なのかってそこはまあ投資成功の違いだけであってある程度のレンジではやっぱ安定してる住宅系って言えばこの3つの種別ですねで先ほども言ったようにあとはそこで区分なのか1棟なのかっていうその、ね、予算と投資対象によって違ってくるっていうでまあそれ以外で言うと本当はまあプロ側の僕らが投資する対象だとそのさっき言ったようなローリスクローリターンじゃなくてやっぱもうちょっとリターンを求めたいのでいい場所でもやっぱりリターンを求めたいってちょっと欲張りなタイプの人は区分店舗とか1等商業ビルとか。 区分オフィス商業あの、ね、オフィスビルとかちょっと一般の人だと手出しにくい毎日毎日ねあのリスクに対応できるような僕らみたいな不動産屋であれば何か問題があればねすぐ物件駆けつけられるし日々ねこう商売で使ってるテナントさんはねやっぱダむのも早いし故障とか何か問題あったらすぐやっぱかけてくるのに対応できるのは僕らですねマンションアパートっていうのは意外とやっぱりそんなに物件の痛みも急激には、ね、ならないのであの本業やってる普通の投資家さんによっては本業でやりながら副業としてやるには安定できる投資できる だけど、こうやってまあポートフォリアだと思うので、ある程度こういう区分マンションとか一棟アパート、一棟マンションで投資していって積み重ねていけば、リスクを終えるようになれば、そういう区分店舗とか一等商業ビルも、もちろん規模にはよりますけど、その人に合わせてやっていくと、意外とこのハイリスク、ハイリターン、のハイリスクな部分もこっちである程度ね、ベースインカムでね、賄えるよとかっていうことであれば、そういうの挑戦したときに、意外と化けるのはこっちの方だったりするんで、買った値であれば1.5倍で売れましたとかね、もちろんリスクもありますけれども、そういうのはね、やっぱ考えていったほう もそうですけどやっぱりそんなハイリスクハイリターン物件ばっか持ってるわけじゃないんでやっぱり区分のワンルームマンションも持ってるしファミリーマンションも持ってる一1のアパートも持ってる 1t のマンションも持ってるやっぱりいろいろある中で、まあ、その時々トレンドだったりとか、まあ、買いやすい物件買っていくあと融資がつきやすい物件とかねいろいろあると思うんでただやっぱり初めに投資しようって思う方はやっぱ区分マンション1棟アパート1棟マンションっていう,こう住居系に入っていくと金融機関さんも融資しやすいし皆さんもリスクコントロールしやすいっていう意味では重要ですねここはね。 そんなに商業ビルとかオフィスビルとかっていうのはハイリターンになるもの そうですねやっぱりね、これはなぜかっていうと、融資がつきづらいっていうところなんで、逆に言うと、リターンを高くししなないいと流通しないっていうのがありますね今、今回の問題でもね、コロナの問題でね、皆さん、あのあたりにしたと思うんですけど、やっぱり休業要請されて、お店閉めなきゃいけないってなったら、で今回ね、家賃補助のね、計算書からね、お話も出てきました、補助金。で、それでもやっぱり、カバーできる人と、カバーできない人がやっぱりいるわけですよ。さっきも言ったように、価格も様々だったら、賃料もすごい様々なんで,で、上限も決まってるとかっていう。 であれ6ヶ月もらっても結局2ヶ月しか賄えない人もいればね6ヶ月賄えいるい人もいるその運命の差ですよねでしかも再開して2ヶ月しかカバーできなくてこれからね100%以上200%売り上げていかなきゃいけないって言ってもこのコロナショックの状況だと難しいじゃないですかだからこそ空いた店舗をじゃあ売りましょうってなったオーナーさんはなかなかこうテナント付きが難しいんじゃないかなとかって思うと今度金融機関さんもそういう同じ見方をするので買いたいっていう人が金融機関さんにお願いして誰でも貸しますよって状況だったらあのそんなに安くしなくても売れる 思うんですけど。 いや、ちょっとこの物件だけ買うっていうのは種別的にも今のトレンド的にもリスク高すぎるよって言ったら金融化さん融資してくれないですよね。そうなったら誰が買えるかっていうとさっきも言ったようにオートフォリオとか僕は別の資産である程度持ってる人に対してはもうこれがゼロでも回りますよね。この会社さんはとかこの投資家さんはっていうものとかじゃあこれに担保じゃ足りないんでこっちの担保差し出してくださいっていうように保管できる何かがある人じゃないといけないんですよね。そうなるとそういう人には貸してくれるんですけどそういう人ってなかなか少ないんで、まあ、売りたいですよ。早く売りたいです って人にとってはどこにいるかもわかんないその人たちにこうえづけするって言ったら変ですけどやっぱりそうしたら価格とか利回りしかないんですよねだから利回りを高くせざるを得ない価格を下げざるを得ないっていことが発生してやっぱり今すぐじゃあ新橋のねまあ一つの区分オフィスが来ましたそれ売りたいですって言ってもなかなかそれじゃあ買って倒し対象にしようなんていう人は一般の投資家さんじいないので。 ポータルサイトに乗っけて、じゃあ反響来るかって言ったら、なかなか来るような物件じゃないんで、水面下にして、値段安くして、もうすぐに1週間後にでも現玉で、ね、現金で決済してくれるような業者さんに買ってほしいですっていう風になるケースがあるってことですね。まあ、これでもやっぱ時代とともにですよ。だからでも ちょうど、ね、弊社もその1年前とか結構店舗とかにね積極的に投資してた、まあ、2年前とかそういう時期っていうのは意外と新金さんとかでもそういうのに融資してくれる姿勢がね結構あったんですね寛容な金貨さん多かったんで僕らもそうですけど買えるプレイヤーが多かったんですそうするとやっぱり競合してって区分店舗も昔は価格が下がりにくくなってた時もありましたやっぱそこはねやっぱ色々と金融情勢が大きく関係してくるんでそれも見ながら、うん、ただ金融情勢を見ながら貸し出しにくい物件はやっぱ一般の投資家さんにとってはやっぱ手だ 出しにくいしハイリスクハイリターンなんでそこはやめとくべきですね。なんていろいろ今コロナ禍でね方向感を失ってる感じが僕はします。方向失ってるっていうのはその投資家さんもいろんなプレイヤーがいるし物件の種別もいろいろあるでそれに関わる金融機関出してくれる元もいろいろある中で今までだといろんなこう線がねいろんなセオリーができてたんですよ。あここの物件でこの投資家さんがいるとこういう金融機関だなっていろんなこうパターンがあったんですけど今皆さんパターンを探ってる状態なのでどれがなんかこういいベストパターンなのかなっていうのが 取りにくくなってるから、そこを探ってる状態で、一般の人が投資するっていうのは、なかなか難しい環境であることは間違いないです。ただ、先ほど言った区分マンション、一棟アパート、一棟マンションであれば、まあ、いつの時代も、コロナの時もそうですけど、やっぱり住宅価格とか住宅の賃貸は。あんまりこう、対応とかなかったじゃないですか。家賃のね、あの、遅れとかなかったと思うんで。あ、そういう感じで、安定的なものにより、安定的なものに、まあ、やっぱシフトしていくんじゃないかなっていうのは思いますね。いや、ここだけの話ですけど。はい。今狙うべき。はい。は何なんですか。はい はい、もうねこの儲からん不動産投資でもお話しましたけどやっぱり都心部の中古区分マンションだと思います区分ワンルームこれはもうね狙い目です今言ったように先ほどの顕微屋さんのデータでもお話しましたけども区分のマンションが利回りが上がってる価格下がってるってことは大チャンスだよとかコロナで下がりますよって言ってたニュースとか人たちの通りそういう動きになってきてるんで投資の低速ね安い時に買うっていう低速から言えば今上昇トレンドの物件今追ってってもあ上がり続ける可能性ももちろんあると思いますよ で区分のねやっぱ場所を選んで買えばそんなにあの下がり続けるってことはなかなかないと思いますなぜかっていうとやっぱ区分のマンションは意外と現金で買える人もある一定数いるんでそんなに下げなくても売れていくっていうことですねまあもちろん今すぐかどうかっていうのはありますけどでも今でもチャレンジできるんだったらいい場所のものはすぐチャレンジした方がいいなぜかっていうとこういう時にしか出ない物件ってのがありますね、うん、やっぱり例えば都心3区です都心56です山手線の内側でどうしても欲しいですって言ったら出てるんですけど もう、とてつもない金額なんですよ。もう、ワンルームで言えば倍ぐらいの金額で出てるんですよ。いい時っていうのは。それが、あとはそもそも倍ぐらいの金額になってるところでも、いい場所の物件だと出てこないんですよ。適正な価格はもちろん出てこないけど、そもそも商品として出てこない。だけど、こういう時期だと、価格が安くならないかもしれないけど、商品として出てくるんですよね。で、それがある程度、しかも高くない値段で出てくる。うん。安くはないけども、適正なぐらいで買えるっていうものが出てくるので、そういう意味では、中古の、場所のいい中古の区分のね、ワンルームマンションを探していくっていうのはいいと思います。 まあ実際僕も探してるんで、いいのがあったらね、どんどん、あの、弊社の投資家さんにも紹介したいと思ってるんで、皆さんもそこをポイントに見ていただければというふうに思います。はい。なのでね、まあ今回話した、まあ物件種別によって、投資のリスク等もね、違ってくるっていうお話もしましたけど、今後もね、あのニュースに合わせて、やっぱ不動産でね、投資する上で気をつけていかなきゃいけないことをどんどん話していきたいと思うので、まあチャンネル登録をお願いいたします。そしてコメントもたくさんいただけるとありがたいです。えー、今日もありがとうございました。